また寝不足また寝不足また寝不足や。ああ、おはようございます皆さん。はい、おはようございます。皆様おはようございます。とりあえずオープニングです。散髪帰ったら行くわ。帰ったら行く。とりあえず、いや全然寝られへん。電気ついたよ。電気は動かした。だんだん声出えへんくなってきて、もう、おはようございます。とりあえずテテさんを、役所に連れて行くミッションです。何時間、4時間半ぐらいちゃうかな多分。今日間マジで寝なあかんな。一緒に行くよテテさんと。とりあえず迎えに行こうかなって。ガスは止めてもらいましょう。もう自分で払わへんのやったら、車の中違う違う、ホテル、おはよう。いや待ってたらええやん。待ってたらええね。本人やらなあかんこと、いやもう話一緒に聞かんとこうと思う。もう、あ、おはようございますキミちゃん。はい、もう皆さんおはようございます。いや技研やろ、どう考えても技研やろ。大技研やったわ昨日。ああそうですか。はい、ちょっと昨日のお話のまとめやってから、テテさんの家向かおうと思います。まあ夏場はな、風呂最悪水で入れるから。いやいやあれ台本ちゃうやろ。あ、頑張ります。ケースワーカーの土方にテテを保護施設にぶち込めと打診してください。わかった。じゃあやっぱ俺おらなあかんな。はい、わかりました。あ、わかりました。土方に保護施設にぶち込めて言ってきます言うたら。はい、まあ、とりあえずまだオープニングです。あ、土方に言ってくるわ。いやでももう役所ついていくもん。あ、なんかせやな、一瞬おったな。よう起きたわほんま。もう二度寝して昼過ぎまで寝たろうかな思ったけどな、起きたわ。昨日どこで寝たん？この近所のホテル。なんで俺アリバイ枠もやったじゃん。っていうかアリバイ枠いらんねんけどな。目の下線入ってる、やばいやろ。とりあえず軌道の おまとめやってから、あのテテさんの家突っ込んでいこうみたいな。まあせやな、もうどうしようもないわ。まあなんかあの お友達のよしみ、電気代は払ってあげたけど、ああもうスマホ見てない。ああ泉見てない。スマホなんて見てないもん。電話したんか。そうか。あ、おはよう横葉。サメイ20倍絶好調。オッケーサメイ絶好調。おはよう、素敵な朝だねサメイ。じゃあシャッパー玉でもいいよ。いやいやいや、昨日はやばかったって。次滞納は助けません。無理です。それはもう他の人が払ってあげたらいいんちゃうすか。ただ一応電気代も払えてないっていうことを、役所の方に言ってあげようと思って。疲れたね。もうほんま明日かきたつさ、赤田ちゃんの家送ってるから二人でやってくれへん。無理か。あかんか。送ってあげるから二人でやってくれへんか。あかんかな。
枯れすぎた。家賃は滞納でええんちゃう。久々に来れた。はい、パワーを出す。 OK、 特命さんいいよ。お、塀の人、彼氏はどうや。彼氏は電気あれやで、ほんま。払ってさ、電話かけたらさ、突然ついた、パンつって。お金なんか貸してない、貸してない。こう貸せるほどお金ないよ。もう東京駅でほんまもう赤字めっちゃかさんでるからな、もうあかんわ、もうあかん。もうイベントの有料アイテムあと780個もらわな、俺赤字やね。ちょっと赤字の家は行くねんけど、あのその家の掃除みたいな緩い企画2人でやってくれへんか。送るから、俺もちょっとおるから。まちゃんの家今日は行く、今日行く、 それは行く、まちゃんの家は今からこう終わらしたい。もう町田まで飛ぶから。まちゃん寄る。俺が生活困窮者なりそう、マジで。東京生活困窮難民になってるわ俺今。しかもさ、ここ駐車場べらぼうに高い。ちょっとキロミティ来てないかな。ここも駐車場べらぼうに高い。ああせやな、まあ詰められるやろうな。しゃ、無料アイテムありがとうございます。あれ、そういえばこれイベントの最終日っていつな。いつや。明日ぐらいか。11ってもう終わってるやん。あ、今日なんや。おい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 、いや、ホームシックです。誰が億万長者やねん。あるかな、今日の12時か。でも今日の12時なんよ。なんで俺が心配な。俺聞くだけやから、伝えることを伝えて聞くだけやから。メガホンは月末とかじゃん。いや、ちゃうやん。だって あるやん、手持ちに3000円あんのに。なんで俺が1600円払ったの。それは払ってあげ、払ってあげて山田って言ってファンタでも投げたら払ったるけど。あ、見た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 、 DM ありがとう。うん、見た見た。払ってあげの人は払ってあげでファンタ投げてください。ガス代、今日でガス止まる。あ、今日か明日で止まる。支払い期限過ぎてるから。はよはよ、パオン、あざす、オッケー、おはよう。右の人おはよう。じゃ無視しません。25さん、あなたの相棒たくまくん。あ、あれやろ、性病の乱やろ。まあそのまゆちゃん性病の乱は置いとこうぜ。もう一旦、あ、まゆちゃんちゃうは誰やったっけ。ということで、先に、昨日の夜起こったことをお話しした上で、今からテテさんを迎えに行こうと思いましたね。おはよう。ちょっと税金が大変やから払ってくれたらええねんって。相手もあと言うなよ。もう予定どうせ払われへんわほんま。あ、おはよう。あ、途中で寝落ちした。昨日は、ただなんとなく、テテさんのところそういえば寄って、飯でも差し入れたるか、みたいな感じで、軽く来たら、テテさんのマンションの前に救急車止まってんねん。まあまあまあ、言うて本人ちゃうやろ、みたいな。じゃあさ、まあでももしかしたらテテさんの家かなと思って、もう、まあ、ワンチャンそれやったらだるいから、あのスマホ置いてバー見に行ったら、テテさんの家に消防隊員が3人いててみたいな。で
ドア開いててしゃがみ込んでタバコ吸いながら部屋真っ暗やねわかる状況わけわからへんみたいな。しゃがみ込んで玄関の前でタバコ吸いながら消防隊員3人に囲まれてて、うん、みたいな。ほんで、あのタバコの火気をつけてくださいねって言って消防隊員帰っていく、うん、で、なんで電気真っ暗やねやろうと思って、うん、そのまままたスマホ取って突っ込んでいったら、あの電気が止まったって、うん、もう死にそうみたいな、うん、はい、脳の人パンを渡す。ほんでよ、昨日もうあかんわ思って、うん、ハズレの回来たわって、うんうん、あのハズレの回来たわ思って、うん、でもう電気動かさなしゃあないな思って、うん、でとりあえずで電気代を払ってあげて電気の開通式したんですよ、うん、でなんか なんやかんや聞いてたら家賃は滞納やしガス代もまだいよいあの滞納やし、うん、やばいで、うん、ちょっとほんまで本人もさあの血にかかってるしさ、うん、持っていったさあの食事さバリがっついて食ってたしポカリスエットも一気飲みやったからなあの人もう、うんうん、いやほんで会話もさもう意味わからへんし、うん、うわーみたいな。いやちゃうやろあれやろもう電気止まって怖なってもうたんちゃうか多分、うん、ただ電気動き出した途端バリテンション高なってさ、うん、で今日確かあの何やったっけ目黒区福祉課に通報したわ出しゃばるな。えじゃどうしたらいいん。えなんで区役所に通報したん、うん、あの人もう行政頼らな死ぬぞ、うん、何の通報やね。そう今日ケースワーカーが今日らしいから、まあ、とりあえずなんかあれ一人で行かれへんって言いよるから、市役所までまあ、連れて行ってくれのノリやったから、うん、連れて行こうかなって思いましたね、うん、今ここです。今ここです。誰が通報。いやめっちゃ通報入ってるであの人多分。だって生活保護もらいながらあんだけアイテムもらっててんからまあ当たり前は当たり前やけど、うんそれはな多分な別にまあ筆頭株主あのヒコポンでヒコポンももちろん電話はかけたやろうけど、うん、じゃなくて多分もういろんな人から多分通報入ってるってあれは、うん、でその回もあって生活保護を受給してる期間中にもらいすぎてた分の返還要請みたいなのが来てて3ヶ月で計27万円10万、12万、7万、あ、4万か、うん、に27万円、うん、で、その27万円の払い込み用紙がまんま家にあるってことはそれも払ってない、うん、だから27万円と家賃1ヶ月の滞納5万3000円でガス代でまあとりあえず30万ちょっとやな、多分ね。で今生活保護も多分停止期間中なんじゃないかなみたいな。いやもうケースワーカーさんに配信やめることを強く言われてんねやろ、うん、じゃあ生活保護停止やのに生活保護のお金出てないやん。一応7月からあの再開するっていう話らしいけど、まあ、どうやねんやろな、うんあ、 ありがとうございます。おはよう、バーガー、ありがとう。うん、一の人、あれっす。一応、実家はあるはず。あの、相模原かどっかに。うん。相模かどっかにあるわ。うん。まあ、ちなみに俺はもう、実家の住所知ってるっすけど、うん。でもまあ、なあ、どうしようもないよな。あ、どうぞ、無料アイテムありがとうございます。中村と役所、いや無理やってそんなあんまないて、うん、テテさんから今んとこ電話来てないけどまあとりあえず家行こうや、うん、とりあえず7月まで山田いや無理やんだって俺あと3日ぐらいしたら帰るで大阪、うん、
しかもあの何、マナミファンタロウがおるんで、ね、言うたら、うん、ハムスター置いてきてるんで俺、うん、え、ちゃう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 、あの通知書みたいなの来てた、うん、虚言とかじゃなくて元本があった。あ、ありがとうパオ、あざすオッケー、ありがとう、ウーの人オッケー、いいよ、うん、うまい、助かります、うん、あ、おはよう、あ、まさやもありがとう、と、うん、いうことで、あのなんかケースワーカーさんの時間の兼ね合いあるから、まあ行くか、とりあえず。いや、ちゃうねん、電話番号聞けたらさ、なんとかなりそうやねんけどさ、うん、福祉課に通報したからお前無駄、まあ別に無駄でもいいよ、別に行くだけ行ったらええやん、うん、別に、でもう失神されたら別に外で待ってたいだけやから、うん、うん、え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 、てか俺何を通報されてるん、俺って、すいません、あの目黒区役所に通報されている方、俺は何で通報されているんですか、あの何で通報されておるんですか、あのなんかそのほうれい線、ああ、いやいや、そうそう、何で通報されておるの、いやいや別にええけどな、別に、他人が介入するなよ。でもドコモラボついて行ってたよ、言うたら。他人やけどな。うん。他人やけど、何？俺、電気代払ったんで、目黒区役所から電気代返してもらうんで、うん、死ぬ気で。うん。建て替えて払っただけですって言い切って、うん、目黒区役所行って、俺、4700円返してもらう。じゃないと、俺、ここの駐車場代払われへん。15分250円やで、きつすぎるやろ、処女のあの陰部よりきつすぎるわ。あ、ルシファーさんパオ、あらすオッケー、うん、うん、処女の陰部よりきついで、うん、ちょマジで15分220円やで、うん、反社でもあんな値段つけへんで多分、うん、闇金っすか、うん、目黒区の駐車場闇金っすか、いやいやいや、ちょっとほんまマジできつすぎるわほんま、あ、例えやばいっすか、すいません、もう頭回ってないんですよ、寝てなさすぎて、いや目黒やばいって、いや俺別にそこまでは心配してないで、言うたら命さえつなげれば別に、うん、それ以外のことはもう知らん俺、え、市役所でも言おうか、役所で言おうか、言うたら、うん、いやそりゃさ、座銀とかに比べたらさ、やばい、そのそこまで座銀とか、あの何、渋谷とか新宿に比べたらあれやけどさ、お前が口出すことではない、分かった、じゃあ口は出さんとこは手出すわ、もう、うん、それでええか、うん、いちいち、うん、分かった、じゃあもう俺手出すわ、口じゃなくて、うん、それでええか、いちいち、うん、拳で証明しにかかってええか、言うたら、うん、いいか、もう口出すなやったらもう俺拳で証明するわ、手でいい、無理、どうする、あかん、114をあのこう ブロック入れるみたいな、うん、手こう、うん、ライフライン全部停止してる状態で駆け出した山田のしたことは、まあ一応そうやな、人命やな、ちょっとさすがに焦ったわ、うん、しかもやで、あの人電気止まってる中さ、イワシの缶もうむさぶり食ってたからな、うん、やばいって、なんであの人都会でサバイバルしてんねやろ、おちょっと、で電気止まってることより、あの差し出したあのイワシの缶がっついてたからな、あー、延長代ください、あー、延長代ください、あー、もう、はい、クマパンを出す、あー、延長代と、延長代と、あー、駐車場代ください、無理か、あ、ありがとうございます KP5 個パン、はい、金目鴨ありがとう、うん、
なんかやたらタバコあったけどな、家にな。あ、ほい、ありがとう、ちの、うん、コンビニ行ってきます、お願いします。120万円分ぐらい課金してきてください。いや、もうそもそも市の福祉協議会に行かれへんやろ、あの人多分、うんうん、ういブルーアイテムありがとうございます。誰に言ってる、大方みんな、うん、大方みんなに言ってます。お財布にはお金あったけどな、まあとりあえずガス代はあのお金で払えるやん。ウェイバガポテミッツアザス、一本吸ったら行くか。そうしたら状況を簡単に説明よろしく。電気止まって餓死しそうやったからとりあえず電気代は払っといた以上状況を簡単に説明よろしく。で返還命令来てる27万と生活保護費の、あと1ヶ月家賃滞納で、ガス代は支払い期限今日で過ぎてる、うん、で財布の中身は3000円ちょっと、口座の中身は不明、うん、以上です、今ここです。うん、合ってるよな。はい、カフェドリパオアナソッケ、うん、財布の中身は不明、体調、いや、ただ寝不足続いてるだけだから別に一回どっかで寝たら問題ない、うん、あ、DM ありがとうございます。あ、おはよう、いいな、あざす、せやな、あの人、ほんであの場面なら同じこと言えな、せやんな、プーの人パオアナスビーハナ、夫でいつか一緒に湯戸川で花火見れたらいいなって思ってる、ほんとありがとう。いや、だから生活保護を受給期間中に稼ぎすぎてる分を全額返せって言われてる、うん、だから返還命令というか、うん、青ハマル、うん、なあ、もう施設しかないんちゃうか、うん、ま、町田行くよ、行く行く、夜は行く、うん、あ、おはざす、うん、夜は行きます。え、もう配信だってやめろって言われてんねやろ、ケースワーカーとか C とかの人に。ちゃうかった、問題ないってどういうこと、問題しかなくない、言うたら生活保護停止になって、 あれじゃん、家賃も1ヶ月滞納やねやろ。ああ、うん、きっちり通報でバレてるはず。あ、通報でバレてるというか、ちゃんと申告したんじゃない、あの中村が行った時に、うん、ちゃうのちゃんと申告したからそうなったとか、まあ、もちろん通報もそうやろうけど、うん、いや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 、そもそも生保の人は考えられへん人の方が多いやろ多分、まあ、分からんけど、うん、ちゃんと考えれる人の方が少ないんじゃない、まあ、分からんけど、だから生保受けてるとか、ちょっと偏見かもしれんけど、うん、ちゃんと考えて生きれる人やったらさ、うん、そうはなってへん人の方が大半ちゃうか、いろんな事情あると思うけどな、あの ちゃんとしてて受けざるを得へんくて受けてる人も中にはおるんやろうけど、うん、そのあの こっちでそうなってる人はまず考えられへんやろあの こっち、うん、そうそう、あ、おはよう、パオン、アザス、オッケー、はい、パーの人、アザス、そうやね。いや、だから柿立つはもうちゃんとできる見込みあったからさ、うん、見込みあったから あれやけど、もうマチャでギリやからな、うん、だからマチャライン超えてる人はもう多分生活保護の人は配信せん方がええで、うん、マチャライン、マチャラインよ、うん、マチャ超えてるか超えてへんかじゃないか、うん、なんでいつも車なん、あー、なんで、いや、いつもではないで別に、うん、キーパーそんな、うん、あ、そう、マチャラインマチャは毎日アロン寝泊まりさせて、マチャの生活面倒、いや、いいんちゃう、別に見てくれる人おる方が、うん、
あと何日学びを放置する。でもまあ俺金曜日ぐらいに帰ろう思ってるから、だから週末ぐらいまでは、うん、あでも手帳はななんかあれ3らしいね。マチャは2まで行ってんねんけど、あそのテテさんは3らしいわ、うん、さあ行くか。まあとりあえず、うん、善はしこれって言うからな、行こう。やばいな今日結構眠い割にはワードセンスいいな。あもうマスクええか、暑いし日焼け止め塗ってるしもうええわ。うん、滑ったか、そうか滑ってるか。うん、テテさんどうなん。いや今から役所連れていく流れやけどな。知らんで、その直前でいかんとか言い出したらもう知らんで、うん、っていうかさあんな自力でさ行かれへん人やねんからさ、あの何ケースワーカーさんが来たらええんじゃん、うん、ケースワーカー仕事しろよ、うん、ま、電気止まってんぞ、うん、まあもう動いたけど、うん、来いよな、うん、あゆいは来てくれんの。いやいや来てよ、うん、よし行こうかとりあえず。ソーシャルワーカーではないやろ、ケースワーカーやろ。ソーシャル言い出したら全然あの話変わってくんで、うん、あ担当者に呼んねや。今日絶対スマホクーラーいるやろな。返還命令あるから一度話し合いやろうな。そらあ一人で100人も超えてんのやばいやん。稲葉物置やん、うんうん、稲葉物置やん。じゃあ何ていうか土方っていうやつに言えばええねんな。土方ってやつ、うん、よしじゃあ行くか。そしたら、うん、手で左もあ向かいどっちやねん。土方言うたり向かい言うたりどっちや、うん、どっちでもええねんけどな別に。スターライト一回聞いてみる。高一さんと一緒に住む無理っすかって聞いてみる一回、うん、ああ日焼け止め塗った塗ったけど多分こんだけ日差しあったら多分貫通してくるわ。行こうか。そうしたら行こうぜ行こう。いや出さん方がいいではあるやろうけどな。スマホクーラー動かさない。多分絶対暑いわ。29度やろ。車の中涼しいけどな、っていうかテテさんって自撮り棒持ってくれるかな運転中。無理かな怒るかな。マジででもほんまえぐいぐらい寝不足やで。もうなんかさ山田配信中に倒れたとか言って俺がうんこなる可能性出てきてるからな、うん、ちょっと頼むで、うん、その時は頼むで他の配信者の人助けに来てな、うん、頼むで高橋さんか誠二さんか中村指名でその時は、うん、その3人以外やったらあれやで嫌やで。頼むで面白くしてや俺倒れた時。よいしょ行こう。熱っうわやば目が映ろう。いや大丈夫大丈夫、まだやれる、うん、うーわめっちゃ暑いやんけやば。日差しがあちょっと待って車の鍵閉めてない。あしまった鍵かけた。いやでももう俺資金力ないからな、うん、もう資金力ないからほんまに。いや、駐車場代考えたらもう巻き打ちよりコスパ悪いからな、うん、毎月わしの年収稼いでるやからってどういうこと。何を言うてんの22号さっきから。何を言うてんの。逆にさあの毎月稼いでる額が22号の年収やったとしたらほんまマジであれやで少なすぎるで、うん、いや駐車場代やばいマジで。ちょっとの
ちょっとあれするわ、よくないけど、もうレッドブル行くわ。よくないけど、ちょっと、マジでレッドブル行くわ。あ、はい、あ、向井さんね、了解、ありがとうございます。土方ちゃうねんな、新選組じゃないねんな、わかったわかった、ありがとうございます。パンを渡す、オッケー、渡す、あの人、もう良くないけど、レッドブルでカフェインで強制的にあれするわ、おりゃ、すいません、皆さん、いただきます。次、起きたって言い出したら確定やで、あれ、テテさんちどっちやったっけ。ちょ待ってな、137号、俺の月収なんぼ設定なってんの、やばいって。俺あれやで、その、まあ、給料という形取ってないけど、30万円ぐらいやぞ、とこ月30万円ぐらいやで。あれ、ここじゃなかったっけ、どこやった、あ、ここか。いやいや、じゃ嘘じゃないよ、30万円ぐらいぞ。はい、ありがとうございます。パン、ありがとうございます。匿名さん、ちょっと待ってな、あれ忘れた、え、忘れ物してるわ。あ、あるわ、よかった。はい、おはよう。いや、出てくるかな、わからん。でもな、午前中に電話かけてくるって言ってたはずやねんけどな、かけてきてって言ってんけどな、なんか10時だか11時だか、あ、おはようございます、あと無料アイテムもありがとうございます。あ、うん、連絡待っててんけどな、まあ、自分からかけんのもな。市役所行く？おはよう、テテさん、ね、寝てた？具合悪い？ケースワーカーさん来てもらう？番号わかる？具合悪い？来てもらう方向で行く。今日外めっちゃ暑いもんな。暑いね。うん。で、電話する？ケースワーカーさん。暑いし、息苦しいね、外も。うん、そう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 。虫一匹飛んだけど全然出てくれた。ああ、ほんと、よかったよかった、助かった。うん、もう来てもらう方向で行く、ケースワーカーさん。今日約束してたんちゃうかったっけ。っていうかね、うん、あれ、今日役所って言ってなかった。俺あんまちゃんと知らへんねんけど。え、生活福祉課の、うん、
生活福祉課の、 あの一番上の人が出てくる、はい、ポン、あざそって今日って言ってたんじゃなかったっけ。11に区役所行くっつってた。14時になってる。あ、14時に役所に行けばいい。X をログアウトする、うん、あ、やっちゃってんねや。トイレ借りていい？ちょっとアカウント削除していい？おお、全然いいよ、全然いいよ。トイレ借りていい？うん、あ、うん、お邪魔します。14時、暗いな、部屋な。あれ電気止まった、うん、え、あれなんでや。あ、あったか。あ、びっくりした、びっくりした。あ、それか、それか。あ、びっくりした、はい、うん。14時でいいの？福祉課行くの。あ、メモ帳に書いてある。あ、オッケーオッケー。メモ帳も明るいのにしたんだ。おお、いいな、見やすいな、そっちの方が。でね、うん、キーボード作ったらね、うん、褒められた。いい、超絶全開のキーボードを作りました。うん、思ってんけどさ、駐車場出さんとタクシーで行った方がええんじゃん。 1.5 キロとかやったら。思ったわ。だって24時間であれや、もうどっちにしても2700円やね、頭打ちやね。出してまた入れて2700円、5400円やったらさ、タクで行った方があれちゃうか。思ったわ、計算上。あ、うん、もうだって15分220円やから、うん、なあ、思ったわ。タクで行こう、うん、そうするか。え、14時からでいいの？メモ帳に書いてる。あ、俺が出た。なんで外27度もあるの？いや、もうあれやで、30度ぐらいになるらしいで、今日ワンちゃん。今日なんか真夏日になるらしいよ。いや、ほんまそれな、倒れそうなるわ、ほんま。いや、ダメだわ、換気扇すごい回してるけどさ。うん、暑いよな。エアコンもさ、せやな、頑張ってるんだけど、ドライで。部屋の中も結構あれやな、よ、昨日電気動いといてよかったな。動いてよかった。うお、死ぬでこれ。うん、はい、本当に何とかします。ラブレの鉄飲んでる。頑張って3本飲んだ。フラフラする。はい、自分で招いたことです。すっきりしたな。あれ、テレさん、メガネはそこ持ってるけど、あのね、カロリーメイトダメだった。あ、カロリーメイトあかんかった。あ、オッケーオッケーオッケー。グミ食べたんだけど。うん、桃のグミ美味しかったね。ああ、桃のグミな、うん、うん、でも
ぶどうのグミ食べたいんだけどさ。うん、ぶどうのグミな。え、で、役所は14時でいいの？あ、どっかにメモある？役所の、役所の俺電話番号も担当部分からんからな。セットしてんの？今日絶対って行かなあかんのやろ、役所。ああ、いや、その どこにどうつないでどうすればいいかが俺分からへん。暑い。行ったらええだけちゃうの、言うたら。え、タクシーぐらいまでは歩けるよな、無理？これ、まあ、前回どうやって行ったん、役所。私歩いてちょっと。え、中村くんと行った時やで。うん、あ、歩いて行ったん。歩いて散歩してく様子見せて。うん、あ、パワーです。それは宅で行くけど 1.5 キロやからタクシーで別にいいけど、うん、うん、それは宅で行こう、うん、でもバスとか。バスはあかん、俺バス乗り方わからん、うん、いや、ちゃうねん、ケースワーカーじゃなくて違う人に会わなあかんねんな。うん、うん、いや、こっから目黒区役所やっぱ遠かったよ。 1.5 キロとかあったで。うん、普通に歩いたら多分40分ぐらいかかるんちゃうか。あー、ザスパー確認取って、え、本当に今日なのか、区役所に連絡して、え、今日やねんな、メモあるとか。カレンダーがあったはずなんだけど。なってなって。カレンダー。カレンダーどこにあるアプリ。あ、え、196なんて書いてんの。連投？196連投か、あ、掘り込むか、山田さん。結界師として活動してお金もらってる件について聞いてみると、え、結界師としてる、結界師やってるの、やってないって言ってるエミントさん。196ブロック、わかんないけど、俺もともと松江が陰陽師やから、陰陽師の松江、裏陰陽師の松江やから、うん、結界もできるけどな。録音ありますパン、あ、俺ちなみに結界もやれるけどな。うん、できるけどな。山田さん、イルス使われたとこ分かってたもんね。ああ、そうそうそう、社さんに。ああ、うん、すぐ分かる。うん、うん、それ言ってたもんね。うん、分かんねえ、うん、だから私、マチャさんから変わってって言われた時に、うん、ちょっと怒ったんだよね。うん、脳に疾患あるんですよねって言って。うん、わかるけど、確かに。区役所にパワー出す。え、で、あれはメモは？メモ。うん、じゃあ、思ったことはメモは。うん。あ、うん、く、で、また、多分な、あのパーキングから出して、もう一回入れ直す方がもったいないから、もう宅で往復するわ。うん。あ、おはよう、かかちゃん。はい、ゴー、セブン銀行を見れるように。解決できませんか？パワーさ、少し少し。ログインのやり方わからんねんな、セブン銀行。5×5 は27、OK。ログインパスワードわからんねんな、セブン銀行。どこにあるの、セブン銀行。あ、これ ?7 って書いてるやつ。いい香りする。これ？ん？タバコだ。あ、ほんまや。パスコード入力してください。覚えてないの、それ、パスコード。6桁やで。はい、エミントパン、あ、そう、ケイ。まあ、ちょっと待って、今、あれもこれも無理やな。セブン銀行一度アインストールしていただいた上で再度インストールお願いいたしますって。だって、うん。そう、キャッシュカードでは残高が確認できるよな。の。できる。できるよな。
キャッシュカードでどんなか確認するとかコンビニとか行って行きしなに。え、役所に電話したらいい。あ、カップルです。はい。あ、196そんなレッドしてない。でも19パスコードにロックがかかりご利用が制限された場合も同様に初回利用設定を残し、うん、今日なのかを確認したらいい。生体認証もできないね。え、誰か確認してくれへん。そうそうしたら無理。カレンダー、カレンダー、メモ帳、メモ帳。なんか家にいても暑いの。うん、せやな。換気する。いや、よく寝てない話。あ、パワー、もう申し訳ありませんが、テテさんは都合の悪いことはごまかすから、こちらからそう区役所に確認してください。本人じゃないと繋いでくれへんよな。うん、やんな。俺も思った。俺が聞いて教えてくれるわけないね、やっぱり役所やと。隠してない、隠してない。隠してない。ほんで、テテさんさ、役所に電話してみたら今、はい、思ってんけど。うん、そうそうそう。ミュートはしたるから。うん、よしよ。うるわい。うん。うん。何て思って、俺ができひんね、多分。それで名前とかしてるけど、それ言っても、教えてくれと。不正受給の人多いから困っても受給したくない。私も不正受給と困る。いや、別にええやん。うん、困ったら受給したいね。ミュートにしてある？かけたミュートにする。かけた？あ、ありがとう、パオ。あ、そっけ、トカヤさん。はい。ターの人、あざっす。いや、タバコ持ってる？めっちゃある。あ、2時、うん、合ってる、うん、合ってる合ってる、大丈夫、うん、2時やったわ。な、2時で合ってる。パン、あ、そうそう、ミュート中はおすすめの、はい、2時で、うん、今ちゃんとあの、うん、2時に役所行くか。あの向こうの担当の方も体調の方をあの何気にされてたわ。2時やったな。 5アップとかで呼べるかな、タキシー。え、場所は知ってる？目黒区役所。あ、知ってる。2時前何すんだよな。
うん、だずれて行ってあげんねんけど。お母さん勤めてた。え、お母さん勤めてた。勤めてたというのは刑務所？あ、そっちじゃなくて。違う違う、刑務所じゃない。あ、じゃなくて。勤めてたというのは。え、歩けるやんな。一応ね、ここからね、トイレとか、うん、ここから家の前まではあるけどな。階段は？階段しんどいね。階段しんどいよね。うん。どうしよう。どうする？あ、いいよいいよ。2時やったらいいよ、別に。いって多分。あれやろ、うん、まあまあ音符でもいいけど、うん、あ、ゆっくりゆっくり歩いて、うん、目黒、こっからさ、目黒区役所までって仮にタキシー乗ったら1500円ぐらいで行けるかな。行ける？車で 1.5 キロになってた。田中タクシー来えへんかな。うん、 1.5 キロになってた。昨日ググって、うん、いやでも この日差し歩くんは多分無理ちゃうか。うん、家臣呼ぶ。うん、水なんとかポカリんとこに用意したんだけどね。ああ、うん、水ちょっと飲みつつの方がいいかもな。うん、すごい助かった。うん、まあ、ちょっとぼやけてんな。カロリーメイトダメだったけど。ここもれ、今なら送ってあげるので時間節約。あ、じゃあ2時からやねんって、あの役所の人に聞いたら。なんかボケてんな。ちょっと待ってよ、もうちょいか。いけるか。いや、暗いな。ちょっと待ってよ、これなんか合わんくなったぞ。配信しろとか。ちょ、マシになったな。絶対できない。せやな、うん、だって自己調合打ち切りになったり返還金求められるんだったらもう本当やりたくねえわ。うん、ほんまそれ やらん方がいいよ、ほんと。せいでも1万5000円にしとけばよかった。いや、ほんまそれ、うん、それは本当にほんまそれ。一回停止になるとダメだね、これ。いや、ほんま。え、でもあれやろ、7月から一応再開の目処は立ってるんよな。それを相談しに行きたくて、うん、電話してるの。うん、行き詰まるよな。まあ、2時からやから、まあ1時になったら出ようか。ゴーアップかなんかで呼ぶか。そしたらさ、なんだろう、このどうしてもやんなきゃいけない、働かなきゃいけないっ
き。相手が来た。あ、パンを渡す、うん。ありがとうございます。同時に障害年金の、いや無理、産休だから無理やねんな。じゃあ、あったっけ。なんか緑の手帳来てたね。ああ、緑の手帳。うん。うん、だから産休なんだね。うん、中村くんの前でも産休って言ったもんね。うん、あ、違う、だからあれやん、 3やとあれちゃん無理やったんちゃう、あの今ちゃぐらい 2ぐらいか、2までいかな、うん、うん、せやね、そうそうそう、 3は無理やねんな多分。いや 2からやったはず、まあ、まちゃの方が詳しいから、うん、まちゃが2やから。え、障害年金産休出んの。え、まと、そんなあれやろ、たくさん出えへんやろ。出えへんよな、うん、年金の等級は違うから手続きして、それってさ、でも役所のやつが進めてくるやろ。で、言うたるから、あの電気代も払えてなくて、うん、あの昨日死にそうなってましたよって、それは言うたるから俺が。そういうこと、だって今撤収やねやろ、うん、まだここの物件。お前やな、スターライトに引っ越す、一回スターライトに聞いてみる、うん、いいって言うか分からんけど。あ、嘘ですか、一回受けてる、あ、それ一回受けてるって言ってたよな、そういえば障害年金も。うん。あ、ビバリー。暑い。せやな、暑いな。暑い。うん。今何度にしてる？25度で頑張ったんだけど。うん。まあ、俺はいけるけどな、このぐらいやったら。うん。クーラーついてるよ。ただあれやん、やっぱ外の気温高いからさ、で、まあ、多分みんな見てもらったらわかるけどさ、見てもらったらわかるけど、 あのエアコンやからさ、暑い。エアコンって燻製されんねんな、やっぱりな。うん、すごいな、エアコンの燻製やもんな、これな。うん。いや、燻製です。はい。ちょっとお水飲みます。ああ、うん、飲んで飲んで。うん。水飲まなきゃ。うん。もう水飲むとな、脳がよく動くっていうけどな。うん、エアコンの燻製。うん。タバコ一口だけ吸っちゃうと。あ、いや、いいよ。もうある分は、どうせさ、タバコあったらさ、吸ってまうねんからさ、まあ、吸ったらええんちゃう、ね、それはええんちゃうか、あかんって言われてるやろうけど、うん、もうあんねんからしゃあないわな。なんであんのかは不明やけど、うん。いや、だからそれをしに行くねん、今から行政に。後ろのダイター取ってください。ああ、いいよ、ダイター取ったるわ、はい。ありがとうございます。お、ダイターな。いや、食事時の人多いから、フィルターはやめとこう。うん。一日一個。ああ、全然もうスタっていいよ。一日、お昼、うん、夜、うん、3本か。ああ、うん。なんかさ、パコ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 スしといて、あ、燻製、はい、パンをあざすっけど、ごめんさ、カードの人あざすせ、なんか、タバコ買ってきてとか言うんだよ。誰が、え、なんか外歩いてると。あ、外歩いてると、
よせせ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 ためになりません。はいはい、パン、あ、そっけ、はい、分かってます、ターンの人、はい、ちゃんと分かってます。だからよかったら僕のことフォローしてください、お願いします。トゥ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 言うたで、トゥ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 っつったな、トゥ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 っつったな、おう、いやこんな、おう、トゥ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 、てててててて、ルシファーさん5個パンを渡す、ゴシ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 、オッケー、ありがとうございます、ルシファーさん、鼻広げて、口広げて、ブコーって吸っての気持ちいいね。ああ、気持ちいい、すっごいわかる、わかる、うん、うん、そこで兵士を、おー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 、お腹の老廃物をすんの、おお、トイレで、おお、お水飲みながら、わかんな、ちゃんと言ってるわもう赤はちゃんと言ってるわ、うん、なあ、ちゃんと言ってるわ、トイレばっか行ってて眠れないの、うん、ああ、わかるよ、俺もさ、配信ばっかりやってて眠れないの、本当。配信やってて眠れないなんてやめようよ、今すぐ。ああ、ほんとそれ、うん、しかもギャンブルやってるでしょ。あ、俺ギャンブル全然やらへん、高橋さんはよくギャンブルやるけど、俺全くやらへんね。なんか競馬やってる人誰？天然ストレートさん、高橋さん、あの人さ、うん、ピザ2枚とか頼むんだよ。え、ピザ2枚ってたかしさんなの？俺の家に着払いで送ってきたの。うちにまで届いたんだけど、ね、ちょっと待って、奥村たかしでピザ届いた、ちょ待って、被害者おった、着払いで届いたよね、それ。奥村たかしから、俺ん家にも届いた、奥村たかしから。店長ついてきた、だから電話、うん、番号確認してって、私ピザも何も頼んでないってば、お刺身とかちょ待って、これガチやわ奥村たかしから届いてるわ。しかもたかしひらがなやったやろなあ、ひらがな、なあ、うん、絶対そう、うん、俺家にも奥村たかしから、あれが今度は確かに、うん、おびっくりしたわマジで、うん、あ、ちゃうで、テンストさんちゃうで、テンストさんちゃうねんけど、うん、あのアンチのいたずらでさ、ピザ届くねんけど名前が奥村隆史やねん、うん、え、違うで、テテさん日本人やで、うん、日本人、うん、日本国籍の日本生まれです、うん、そうそう、きっちり間違ってない、うん、え、どこに干すん？ベランダに干すん？ベランダに干してる人はまだいいよ。うん。私ユニットバスじゃないと無理。あ、ユニットバスじゃないと無理なんや。うん。いい。換気扇ついてるからさ。ああ。働くのは無理やな。安心しなきゃ心配するよね、みんな。せやな、するな。心配するわけだわ。うん。まあ、ペンギン枠とかでさ、やる分にはさ。さすがケースワーカーさん才能だって言ったわ。うん。あ、ケースワーカーさんが才能認めた、うん、配信の。詐欺師ではなくて。うん。本当にちゃんとやることやって。うん。収入申告もして。うん。返還金もあって。うん。家賃も払えなくて、うん、電気代払えないのは、うん、ガス代も水道も払えないのはもう本当
え、テテさんって何歳やったっけ？39。39、うん、俺の一つ上。うん、でもテスト3、42も無理。無理やんな。なんで42でピザ2枚頼むの？あれは、せやな。中村くんの宅配で。うん。中村くんの宅配？うん。うん。なんか、まゆちゃんとかさ、うん、ハンバーグ作ってきてくれてさ、うん、中村くん家にあるよ、行く行くってなってさ。うん。あ、あったな、せやな、まゆちゃんもおったな。電子レンジのご飯もあったの。うん。お醤油ちょっとかけてくれてさ、うん、で、これ生ハム好きだって聞いてって言ったら、うん、ご飯とお刺身食べてるのに、うん、隣で、うん、ピザ頼む宅配しながら、うん、生ハム食べようとしてんだよ、あ、とかし、はい、落ちるで、はい、うん、はい、落ちるで。テイストさん、うん、無理って、なんで生ハムつまもうとするの？ピザ頼んで、うん、だからさ、パーティーの時ピザつけなかったんだよねって。ああ、いらないですって。あ、いらないですってうん、でさ、お隣でさ、お刺身食べてさ、うん、ご飯食べてさ、お醤油でさ、え、ほんで病院の薬はないの？もう、そう言えばやけど、薬飲みたくなくて頑張って休もうと思ってる。あ、でもそれの飲まなあれちゃうの？あの、あれならへん？大丈夫？いける？大丈夫？飲まなしんどいとか。すごい涼しい。やっぱ23度くらいにしないとダメだね。あー、せやな。25度ダメだ。せやな、25度ダメやな。うん、うん、すっごいね。20度とかにしちゃったらもうダメだね。せやな、部屋狭いからさ、うん、程よく涼しく、まあそうやな、程よく風通しよくして、うん、ドア開けなきゃダメだね、こりゃ。まあそれはそうやと思う。うん、いやー、ちょっとドアに隙間入れとく。あ、うん、ドアの足かかり、うん、置いてってくれた、うん、訪問看護さん、すっごい心遣いだ。うん、そういえばさ、実家の連絡先ってあれなの？あ、パン、あ、そっけ、徳姉さん家電だね。うん、家電どっかにないの？なんか郵便届いたもん、うん、伝票取っといたんだけど。伝票取っといた？うん、どっかにあんの？うん、仕送りしできないって、お母さんの方面倒見るからって。うん、あと1時間ぐらいしたらとりあえず役所の方向かうかと、取りまな、今11時半とかやから、うん、え、いや、飛んでない飛んでない飛んでない、虫おらん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 、マジでおらん。うん、大丈夫、虫飛んでないで。虫見えた今？うん、マジか。ちっちゃい、こんな早い。いや、大丈夫、おらんおらんおらん。
私ドリンク大丈夫？あ、うん、大丈夫大丈夫。エナジー入れてる。飲み切ってください。あ、うん、飲み切ってるし、これは灰皿にして俺持っていくから。うん。うん。あ、いいよいいよ。ビニール？うん。缶詰とかもそこに入れたの。え、そうな。うん、あ、だから部屋から発酵臭してんのか。うんうんうん。すごい涼しいね。うん、すごい涼しいね。前の住民の方、エアコン置いてってくれたんだけど、うん、やっぱ日本製だね。うん、やっぱジャパンやね、富士通やね。うん、暖房器具買い替えたい。暖房器具買い替えたい、うん、エアコン買い替えたいな。こんな汚いんじゃダメだな。まあ、せやな、エアコンが燻製されてるな。うん、なんとか整えたんだけど、切りすぎたかな。あ、いい感じやで、爪。うん、丸くなってる、ちゃんと。あ、ちゃんとめっちゃ丸なってる。うん、うまいね。白い部分もちゃんと残ってる。あ、うん、残ってる残ってる。深爪すぎてない。うん、だいぶだいぶ、いけるいける。小指も大丈夫だね。あ、うん、小指も大丈夫、伸びすぎてないね。うん、一生懸命手とか腕のマッサージしてたな。ああ、マッサージ。うん。タバコ吸ってたらちょっと吐き気収まるの？ああ、マシ？タバコ吸って。マシになる？ああ、マシになる？いや、ならんと思う。吐き気あんの今？違う違う。山田さんあるよね今吐き気。ああ、ないよ別に。ただの寝不足やから。全然大丈夫よ。うん、すっごい咳き込んでるよね。ああ、それはあれ、タバコ吸いすぎ、うん、タバコ吸いすぎちゃって咳き込んでるよ。ああ、もう、うん、痰が結構絡むんやて。ああ、うん、大丈夫か。うん、大丈夫大丈夫、全然いける、余裕。痰絡むほどになっちゃったら、うん、いつかやめなあかんね、タバコ。俺もやめなきゃダメだね、タバコ。うん、せやな。はい、寝不足気をつけます。食べ物。あれと。うん。お刺身美味しかったし、ご飯美味しかったし。うん。お醤油美味しかったな。お醤油美味しいな。うん、でも桃のね、ゼリーすっごく美味しかった。あ、ほんま。うん。桃のゼリー。ゼリーとかグミとか、うん、おうどんとか、うん、生のね。うん。うん。うん。あ、すごい楽ちん。あ、楽ちん。うん。息詰まっちゃうよね。せやな。でもまあちょっと今日は外出るからな。役所行くからな。うん。あ、もうそれだ。タクシー呼ぶ、タクシー呼ぶ。てか、この辺おるやろ、歩いてたタク。おらへんのかな。今のうちに、ほんじゃ、Go アプリ入れとく。カップ麺買ってる人の気持ち分かったわ。ああ、ほんま。うん。配信で頑張るときはさ、うん。Go アプリ入れとくか。お肉とかさ、うん。すごいピザとか頑張って頼もうとするけど、うん。Go アプリ入れるわ、今から。山手通り、あ、山手通りにおる、いくらでも。まあ、GO が確か。Google の検索でもタクシー呼べる、嘘でしょ。いや、病院行ってないらしい。うん、あ、
いくらでもおんねや。じゃああれ、山手通りまで出て乗るか。そこまでは歩けるやろ。一応ゴーアップも入れとくわ。うん。暑い。まあ、せやな。今日は暑いな。Go アプリ、 Go タクシーでいいんか。 インストールしとくわ。いや、まだ開いてるから別に何も言わんよ今。車すっごい排気ガスの匂いするよな。まあ外出たらな、交通量多いからな。うん、うん、絶対多いやつだ。せやな。俺自分の電話番号分からへん。電話番号いんのか。これか、どこに電話番号ある。 5は、あ、これか。で、え、ちょ待てよ。 Go アプリの使い方が分かってないぞ。あ、来た。 Go アプリ入れれたわ。うん、1日何回吸ってるの。1箱以上は吸ってるかな。それ吸いすぎだよ。え、そうかな。うん。